平瀬まりの別品ボイスレッスン、今回は同じ高さの音で歌ってみようです。歌っていると音量が安定しない方がいらっしゃいます。音の高さによって音量が変わる時もありますが、発音によっても音量が変わる時があります。例えば歌うことが好きの言葉のたことがのように母音があやおの時は喉が開いて息がたくさん出てお腹の支えがないと音が大きくなってしまうのです。お腹の支えを意識するために同じ高さの音で歌う練習をするといいのです。それではやってみましょう。歌うことが好き、歌うことが好き、こんな感じです。これが難しいと思う人は同じ高さの音でゆっくり歌詞を読んでみましょう。歌うことが好き、歌うことが好き、こんな感じです。これは発音をはっきりさせるための練習にもなりますから、本や新聞を音読するときにもやってみるといいですよ。広瀬まりの別品ボイスレッスンでした。